練習環境はもう申し分ないよ。いや申し分ないですよ、もう本当に非常にいい環境でやらせてもらってます。まあたまに市長も時間あったら見に来てくださいとそれくらいですかね。やっぱり僕らコミュニケーション取れる時ないと思いますし、ただ僕らがね、あの役所の方に足運んでも鬱陶しいと思うのでお時間あって興味がある時にね、ちょっとフラッと見に来ていただけたら嬉しいですかね。吉田サッカー公園にはもう何度か、はい、よくあの辺はうろうろしてます。さすがにあれですかね、選手と話す機会っていうのはあまりないですね。あ、そうですね、特にこの1年は見学も禁止になってた期間が長いので、ほとんどなかったですね。唯一あったのはこの夏に1回だけ緊急事態宣言も明けて見学が再開された時に、社長がいらっしゃるタイミングで私も行って、はい、一緒に見学をさせていただきました。その時はあの選手とのお話はできなかったんですけど、まあはい、小池さんやっぱりあの、まあ、市長が実際練習見学に来たら、まあ、選手目線で言うとこう気合い入る部分とかありますか。まあ、あの市長来られてやっぱり嬉しいことじゃないですか、うんうん、まあ、時間を割いていただいて練習見学に来ていただいて、それからまあ石丸市長もね、うん、僕らよりも一つ下の世代ということで、そうですね、まあ、ちょっとこうね親近感が湧くようなところもね、やっぱ選手も感じてると思いますし、このまだまだこう若い方なので、まあちょっとこう話をねしてみたいという興味はね選手もあるのかなと。この選手とちょっと喋ってみたいとかっていうのありますか。キーパーの林、そうですね、選手、タクト選手、はい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 、はい、ですね。それはやっぱり年齢、はい、うん、同級生、同い年で、はい、誕生日も近いんですね、確かに。私がすごいと思ってますよというのをまずお伝えしたいです。あまずは自分の思い、もう憧れてますと、同じこの年代でプロスポーツ選手として一線でやってらっしゃる、いやもうすごいなと、思いを伝えてみたいなという憧れです。ちょっといつか話で、あの今そのもう一方大迫選手もいらっしゃるんですか、はいはい、でこの前日本代表に選ばれて、で年がでも随分若いんですよね、うん、やっぱりフィジカルの面では年齢っていうのはどうしてもハンディキャップになるはずなんですが、うん、それでもこう競って活躍されてるってところにもう胸が打たれますね。あ、自分ももっと頑張らないと頑張れるんだろうなと思います。そのご自身の例えば仕事に対しての刺激がそれで入ったりとか。そうです、石丸市長はあの最初にねお話伺った時にサンフレッチェのファンである、サポーターであるっていう話もしていただきましたけれども、いつ頃からこう、まあサンフレッチェに対する愛とか、まあ、思い出とかってありますか。思い出はやっぱり J リーグが開幕した時ですね。92、3年とかですよね、はい、当時小学生だったんですけど、そこからまあ地元にサンフレッチェというチームができて、で、ね、こうテレビとかでもね選手がいっぱい出てきて、であの当時の選手の名前は今でもやっぱり覚えてます。森安、はい、高木、野順雄、キーパーの前川選手とかですね、っていうのは当時の記憶がそのまま残っているので相当な衝撃だったんだと思います。浩二さんが現役の頃っていうのは、もう広島は一時出てました、はい、ね、なのであの浩二さんの現役の試合を観戦したことは実はないんですね。その時にサッカーの応援には残念ながら行けてなかった。でもあの名前は昔から超有名人でしたので、一つ上の学年にスーパースターがいると、双子の兄弟らしいよということで、はいはいはい、もう5年じゃもちろん知らない人はいない存在でしたので。いやいやいや、そうです、嬉しいですね。県外出られても小江さんのことを知ってる、応援してたっていうのを聞いて嬉しくないですか。いや嬉しいですね、まあ、本当ね、サッカーは経験されたことないって言われてましたけど、ただサンフレッチェの存在でしたりね、まあ、僕らの存在を知っていただいてるっていうのはね非常に嬉しいですね。もっと頑張ればよかったなと思いますね。もっと頑張ればよかった、ね、林拓人が39歳で今頑張ってるんですか、はいはい、ね、今40歳でもやってる選手いますから、うん、確かにな、もっと頑張ればよかったなと思いますね、うん、石丸市長から見て改めてその森崎浩二さん、こうやって直接会っての印象っていかがでしょうか。長く現役をされてて、うん、で引退されたのが5年前とかですよね、はい、でも30の半ばまで続けられたっていうのはものすごいご活躍でチームにとっての貢献されてた存在だと思うので、そういう方とあのこうやってお話ができる、対談ができるっていうのはこれ役得だなと、はい、師匠になってみるもんだなと。じゃあ
実際次の選挙戦に出馬するってなったら強敵にはなりますかね。いやちょっと負けるんじゃないこの人気にはもう恥ずかしくて当ててしょうがない。確かにさっきから赤面されてますもう。まだ戻しますけれども、選手から、要望がありまして、柏選手、はい、これまでの常識にとらわれない新たなフィットネスの形、フィットネスジムベースワンは健康的な体、憧れの美しい体などなりたい自分を叶えるお手伝いをいたします。広島市を中心に6店舗営業中。フィットネスジムベースワンでもっと身近で楽しいフィットネスライフを始めてみませんか。詳しくはベースワンで検索ください。秋田菓子を広島市の横に持ってきてくれとかそういう話はもうできないですよね。まあそこはもう無理ですよね。そうですね、まあ、高速使ってるので、まあ、高速もまあ便利なところにあって、まあ、自分の住んでるところも便利なところに高速高速で繋いでるので、まあでも片道50キロはちょっときついですね。もう8年僕いるので8年かける なんとかって時間で計算するんですよ結構、はいはい、結構な時間ですね。食事面どうですか。あそういうとこも食店ないっすね。でもまあ量っていうかあの食堂で出してくれてるので、はい、基本的にはまあご飯をここで食べるっていうのが、食堂が出てない時とかはやっぱり帰りに食べていくところがあればやっぱり選手同士の楽しみにもなると思いますし、まあどこ食べ行くっていうような会話からやっぱきっかけができて選手同士の仲も深まるっていうところはあると思うんで、まああとはあの選手がやっぱりいろんなご飯屋さんをいっぱい食べてもらってやっぱ貢献してほしいですよね。 PR とかね、 PR 兼ねて、まあここ美味しいとか、まあ今ネットの時代なので SNS とやっていけばまあ秋田隆の発展にもつながるんじゃないかなと、 PR にもなると思いますし、実際今も隣接はしてるんですよね、はい、ここに地図がありますけど、あの今後その令和の大合併とかっていうことは私の今の任期の間にはなかなか検討が難しいの で、 そ、 で、ね、その先の、はい、主張が検討していく事項になるかなと思うんですが、何かこういい食事場所があれば練習帰りにこう選手同士でコミュニケーションが取れると、何か今のでこう引っかかる部分というか、もうすでに何か構想としてある部分ってありますか。そうですね、この秋田方市はものすごく広い町なので、結構点々としてるんですね。ただこのまんまだとどんどん使いにくくなりますので、もう一回この町をですね再開発、大きな言葉を使えば、サッカーのこう練習が見学できる場所、道の駅、それらをこう点と点をこ うまく結んでいけるような町のデザインですね、これを今考えているところではあります。これその話におそらくつながるんですけど、青山選手が秋田方市民なわけですよ。で柏選手の思いとしては青山選手の税金で、サンフレッチェパーク建設をしてほしいということなんですけれども、ぜひお願いします。はい、ぜひどんな形でも結構です。なんぼでもお受けいたしますので、はい、あのすぐにでも調印式準備させていただきます。ここに関してはスピード感持って、もう来週にでも言っていただければ。これ直接本人に言った方がいいですか。ネーミングライツはもう差し上げますので、どうしよう、サンフレッチェパーク、ね、フルネーム、なるほど、すごいですね。でもさらにですね、番組 AD から、 AD がよくこんな提案しましたねこれ。まあすごい熱狂的なサポーターファミリーで、練習場に到着するバス54号ですかね、はい、ローソンポプラあたりまでは来てるんだけれども、そこからは歩きなので、まあ、そのバスを延長する、もしくは、そこから練習場まで行くシャトルバスを運行してくれないかということで、この方涙ながらにあのサポーター何人かで毎日に近いぐらい停留場を5センチぐらいずらしてるんですよ。誰も気づかれないように、ね、あの上り坂ありますし、まあ、バス停から歩くと20分ぐらいかかりますかね、15分20分ですかね、20分はかかると思いますね、はい、まあ、幸か不幸かこの 1,2 年はそのほとんど見学が
なくなってしまってて、特に私が就任してからはその、まあ、特に大きな問題として上がってきてなかったんですね。ただこれからこういろいろ元に戻っていく中で、よりたくさんの人に来てもらうにはどうするか、当然考えていきますので、その、まあ、一つのボトルネックになっている交通手段ですね、はい、これは解決したいなと思います。まだ具体的なところまでは行っていない。そうですね、今思いつくのは私が自家用車で迎えに行くから。あ、市長自ら、まあ、もうピスト私が、はい、もう往復で私のプライベートの車で、うん、はい、乗りにくいと思いますけど。いや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 、でも市長がもし迎えに来てくれたり、まあ、10回に1回でも、ね、市長に当たるみたいな、時々市長が迎えに来る。そうですよね、なんか当たり引いたみたいな。今日の運転手さん市長だったよみたいな。そうですよね。国旗の掲揚のために必要な旗ポール、そして道路や公園、お店の前など街中でよく見かける車止め、これらは広島の会社が作って全国に届けています。国内の拠点は広島本社と東京事務所の2カ所、新橋のビルにある東京事務所には営業と製品開発、デザインの部署があり、およそ30名の社員が働いています。サンポールの製品は東京駅の旗ポール、丸の内中通りの特注ボラードやプランター、東京タワー、キヌタ公園、秋葉原駅前など都内にも数多くの実績があります。1970年広島で創業以来51年ずっと、サンポールは旗ポール、車止めを通して世界の街の景観に関わる仕事をしてまいりました。これからも外部空間を豊かにクリエイトする演出者として、誠実で心のこもった製品サービスを通じ、笑顔あふれる街づくりに貢献します。サンポールは地元広島のチームであるサンフレッチェを応援しています。石丸市長、我々こう要望をずっと言ってきましたけれども、石丸市長からこのフットスタイル、そして森崎浩二アンバサダーに対して何かこう要望ってありますか？私アメリカに駐在を、仕事で駐在をしてまして、はい、その時にブラジルとかよく出張で行ってたんですね。で南米のあのサッカーの熱はやばかったですよ。本当にサッカーだけあったら他は何もいらないみたいな国民性なんですね。やっぱりそれがフットボールが持ってる魅力なんだなっていうのをその時に感じて、そしたらもっと日本のサッカー、サンフレッチェも僕たちはこう盛り上がれるんじゃないかなと思って、今ここに帰ってきている自分がいます。なるほど。なのでこの番組を通してですね、面白さを、まあ、私が言うまでもないんですが、こうみんなと共有していって、ですごく具体的な小さな私の願いを言ってしまうと、ここの今の子どもたちが将来の夢でサッカー選手ってもっともっと言ってほしいなと。